私は巻き舌が最長で3秒しか持ちません。巻き舌を操れるようになりたいです。もうかれこれこの憧れは10年以上になります。そもそも皆さん巻き舌が上手だなと思っていたのですが、昨日の動画で巻き舌を自在に操っているのを聞いて、あんな風に巻き舌でできたら楽しいのにと嫉妬心すら湧き上がりました。何かコツがあれば教えてください。アホだね、結構。これさ、うん、昨日ね、あのブランド名の試合の方を出したんですけど、それでなんかフェラーリのところで巻き舌を やってたのよ。でなんかコメントでも巻き舌うまくねっていうのあって、巻き舌うまいね。俺もそこ巻き舌っていうこと、あの動画見て気になったのそこだったんだっていうのすごい面白くて、DM も来てたからちょっと選ばせていただいたんですけど、だから巻き舌がうまいみたい。下手な巻き舌俺聞いたことないけど、別に巻き舌できないから知ってるけど、あ、下手なんだよねって言ってさ、下手な巻き舌聞いたことない、まあ、一切。確かにできるかできないかっていう、まあ、なんかもうそれだけだと思ってたんだけど、まあ、できない人いるけどね。そうだね、え、練習した？いや、したことないけど、した？いや、俺なんか小学校ぐらいの時にしたような気もするな、なんか巻き舌かっけえなと思ってかっこいいのかな、巻き舌って。そもそも、まあ当時の俺にはかっこよかったんだろうね。練習したことないな。そうか。俺あの吸う巻き舌は練習めっちゃしたよ。何それ？吸う巻き舌は知らないわ。このルルルがさ、息を吐いてさ、このベロをブルブルブルってさせてるじゃん。吸うでやるとめっちゃ低音が出るの。ボーみたいな。そう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 。ヒューマンビートボックスの技でマイクをつけてめっちゃ低音を出す技があるのね。それを唇でやるやつをもうボーって言うんだけど。ベロでやるやつもあるんだよ。それはね、結構練習した記憶ある。それできないわ。プーってやつなんだけど。ああ、なるほどね。これをマイクに乗せるとドーンめっちゃ低いことになるんだよ。これは練習したけど、吐くのはやったことなかった。喉ベースもさ、これと一緒だと思うんだよね。舌トリルとさ、同じ原理だと思うんだよね。喉ベースって何？あのうーんってやつ。知ってんのそれ？いや、これ吐いてんだけど。この喉ベースっていうのもそのヒューマンビートボックスの技の一種類なんだけど、まあ、別に俺そんな大して上手くないんだけど、舌トリルってこう口の中のベロがこうドラーンってなってるじゃん、それをこの喉の中をなんかどっかを震わしてる、っていう、あのヒカキンさんのブンブンハロー YouTube とか、あれとかも喉ベースだと思うんだけど、それはこの喉の中をなんかどっかを塞いでベロベロみたいなのをやってるっていう、これも練習した。だからなんか練習したことはあるかも、それ系の技を。おお、でもうまいね、2人確かに。あ、ほんと？うまいんだ、これって。あ、そう。ブレがないっていうか。あ、ほんと？あ、そう。ブレとかあるんだけど。いや、なんかこう、みたいにならないとかさ。この漏れがね、息漏れが。うまいとかある。ある、そうなんだ。うまかったんだ、これって。もううまいんじゃない？そっか。光栄だね、それは。ほんとに。嬉しいことだよね。山ちゃんかすれる感じする、確かにって。そうかも、そうかも。ってなる感じ。それだってやってるじゃんって。かすらせようとしてるでしょって。その感じがちょっとある俺。あ、そう。2人はなんかもうクリアにずっと回ってる感じあるよね。あのグレードタントリル。なるほど。そうそう。自信持っていただき。ありがとうございます。どうもありがとうございます。特技の欄にタントリルって書こうかなと。巻き舌。巻き舌。書けるね。